このままかけていたら足を切り落とされかねなかったので。そろそろ顔を出してはいかがです。こんなところで出会うとは意外だな。通していただけませんか。少し急いでいましてね。どうやら頓傷を荒らした上に新選組と関わりのある人間を連れているようだ。放ってはおけんな。どういう風の吹き回しです。君はもはや新選組とは関係のない人間だと聞いてましたが。俺が新選組に属しているか否かは、問題は貴様がその女を連れているということだ。同意の上で連れ出したわけではあるまい。確かにその通りですが、もしそうだとしたらどうするというのです。問答無用だ。行くぞ。なるほど、早い。人にしておくのは惜しい腕だ。そいつを抱えたままやり合うつもりか。あんたらはそいつが死ぬと困るんじゃないのか。どうする。その女が死んだところで俺は別に困らないぞ。いいでしょう。今夜のところは君の策に乗せられて引き下がりましょう。怪我はないか。何がおかしい。勘違いするな。たまたま通りがかっただけだ。そんなことより、五両英治と新選組が関わるのはご法度だろう。誰かに見られたら面倒だ。もう行け。うまい方便を考えつくものだな。それが副長に通じるのかどうかはともかく。さっさと帰れ。お前が行かないのなら俺が行く。鬼の気配も消えたようだから、一人でも帰れるだろう。